土屋順治の治療のヒントプラス日本オランダ都市療法協会代表理事の土屋先生にお話を伺いながら進めていきますこの番組は治療家の皆さんへ届ける番組ですアシスタントの高枝巻子です今日の質問は高齢者向けオランダ都市療法を教えてください、はい、ということでいただいております早速 土屋先生、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。今日の、えー、ご質問はこちらです。柔道整復師さん、1年目の方ですね、はいえー。介護施設で働いています。高齢者のリハビリや医療に携わっていきたいと思っていますが、えー、オランダ都市療法では、高齢者に特化したコース、施術の仕方などあるんでしょうか 私は、特に痛みの緩和についての勉強に力を入れたいと思っていますということでいただきました。先生、はい、いかがですか？ええと、まあ、高齢者にだけがっていうのではないんですけども、あの、やはり高齢者には、やっぱ高齢者。 向けのその注意点だったりとかってあるので、はい。あの、ちょっと普通の施術はやめたほうがいいんじゃないとか、あるいは高齢者だからやったほうがいいんじゃないっていうところはあります。<ー>で、はい。特化したコースはないんだけども、あの、はい、普通のコースのところで。 じゃあ対象者が高齢者の場合どうしますかっていうような課題を結構あの作ってますのであちゃんとそのそうですね、はい、であの例えば高齢者ってあの皆さん結構こんな感じっていうのを当てはめがちなんですけども高齢者であっても基本的にはあの体をこう動かしたりとか刺激を入れると 変化してでしっかりと食事をしてもらって、はい、あの睡眠とってもらえれば必ず良くなっていくのでそれは子どもでもあの男女関係なく年齢も関係なく。 あの人間の,あの体の反応としてあるんで、はい、あのそれをあの高齢者だからちょっと,、えー、と骨折しやすいとかまだ筋力が足りないよとかっていう、うん、そこに配慮しながらやっていくって感じですね。うん、なんかこう筋肉ってこう鍛えたら強くなりそうなんですが、はいはい、骨とかっていうのは高齢になってからもう鍛えることでできるんですかあの振動と食事である、うん 程度そのものすごいスカ,あのスカスカの方は治ったりする場合もありますね。へえじゃあ諦めないでやっぱりいつかららでも始められます、ね、そうですねそれこそ80代であの筋トレするとしっかりとあの筋力戻ってきたりとかってありますんで,、はい、で寝たきりだったのがやっぱりまあムキムキというか歩けたりとか <laughs>、はい、あのしますね。 ででもそうですよね寝たきりじゃなくなるだけでもこう健康への影響って大きいですよね、はい、高齢の方は。めちゃくちゃ大きくてあ<っ>あの寝たきりで歩けないと, <laughs> あのそ,とそういう時ってもう体の代謝もおかしく落ちちゃってるのですぐ病気になったりとかあの肺炎になったりとか。<laughs> あの内臓疾患すぐあのなっちゃうので、だ結構反対に元気なあのおじいちゃんおばあちゃんが、えーまあ、骨折をして多いのがあの下肢の骨折なんですけどもそれで寝たきりになったのをきっかけにその2か月後には亡くなったとか<ー>、はい、あの歩けなくなって亡くなるケースはすごい多いですよ。<laughs> あじゃあ病気になるリスクっていうのはすごく大幅にすごい大きくなります。へー あじゃあここはしっかりあの学んで、はい、あの施術してあげないとなんかこう命に関わるというかそんな感じですね。よくこう あの私,私も自身もなんですけど腰が痛かったりするとこの1から10までの間でどの辺の痛みなのってこうお医者さんに聞かれたりするんですけどこう痛みの評価っていうのもやっぱりオランダ都市療法は独特なんですかいやいやそれは世界基準でそのお医者さん使ったのが「ペインスケール」っていうんですけども、うん。 えー、<の>そうなんですか,かそれはもう世界中であの痛みっていうのは主観的なんですね。痛みの信号が痛いとこから脳に行ってるんですけども最後は脳であのそれが痛いとかどすごく痛いとか全然痛くないとかって決めるんですよ。うん、でそのその痛みの強さが決まるのはこれまでの経験だったりとか。 あるいは今置かれてる状況で周りがものすごくあの興奮させられるようなまあライブ会場みたいなところだと痛みって全然感じないですけど深夜でシーンとしててあ,のあまり他の情報のやり取りがないような時だとあの比率的に痛みの情報が大きくなるのでだから夜間だけ痛いとか。とか そういう痛みってあのどれぐらい痛いのかっていうのはあの具体的客観的には確かにでも一応このこう1から10だったりとかで今どうですかっていうのはやっぱり、はい、あの先生方聞かれるものなんですね。 聞かないと、うん、えっと、体の反応も、もう一方で、うん、その、あの、まあ、主観的な自分の、あの、痛さに対して体も反応するので、うん、痛い痛いと思い込んでると、体は、あ、ここは、すごく、あの、大変な、あの、組織損傷になってるから、あの、炎症を起こしちゃえとか、あの、血流を止めちゃえって言って、 あの自分のもう思い込みでそういうふうな体の反応を引き起こしちゃうのでだから病は気からじゃないですけども全然痛くないのに痛いなんて思ってると、はい、本当に局所を悪くしていっちゃうんですよ。 えーなんかこう痛みがこう人格持ってるみたいでちょっと怖いなって感じですけどでもそれの原理を知ってたら反対に痛いと思っても痛くないっていうようなあの積極的な誘導しちゃうとう あの本当に痛くなくなったりとか痛くても前向きにそれをあの生活と、まあ、当たり前で一緒にあのそれを持ちながらも楽しく生きていこうとかっていう風になっていくとあの治りりやすすすいいででし病気がなりにくいんですよねあ痛みもそうなんですね。はい、前向きになることであの軽減されたりと感じるというかあるんですね。はい へじゃあこのやっぱり痛み緩和について勉強するっていうのもとてもこう意味があるというか意義があることなんです、ね、ものすごく意義があって、はい、あのペインコントロールって痛みのコントロール管理っていうあの専門科目もあるので,<ー>でそれをあの背景にしながら問診であんまり痛み痛みってこう聞くとう私痛いのかなっていうふうに。 あのそこで気がついちゃって気になっちゃったりとかすると、それ問診は大失敗なんですよ。まあ情報として得るのはいいんですけど、あの痛みに対してこうすごくあの敏感にさせてしまう誘導しているので、それは失敗のあの問診ですよね。そうなんですね。じゃあ痛みに気づかせないように。 痛痛みを引き,引き出すというかどこが痛いか、はい、あの質問があのいくつかばらけてればいいと思うんですけどもあ<ー>そ,その痛みはどうだったでいつから痛み痛み痛みってこう聞いてると <laughs> 確かに <laughs>、はい、痛い気がしてきちゃいますよね。そうですよね、えー、じゃあ本当に問診一つその痛みを知るための問診一つとってもすごくいろんなパターンをこう勉強されないといけないんですね。あそうですねはい うんそういう意味でも、じゃあ、あの、やっぱりオランダ都市療法は、こう、応用をたくさんする中で、こう、覚えていく。はい あの実際オランダ都市療法を身につけた方が、うん、あの介護の方を行ったりとかあの老人施設でああの働いたり老健っていうんですけど働いたりとかっていう方いっぱいいらっしゃいますので、はい、あの高齢者向け考えてるのであればあのオランダ都市療法を身につけとくとあの全然違うと思いますよ。うん いいですね。じゃあ、あのー、こう、オランダ都市を学んだ先に、こう、自分で選択肢をね、こう、あのー、選ぶことができるってことですよね。はい。へえー。じゃあ、あれですね、本当に、あのー、ご老人、あのー、ご老人じゃないですね。今のすいません。高齢者。高齢者の, <laughs> あの方。 人のこうリハビリだったりっていうのはこう、ね、あの命のことまで考えて、はい、あのお手伝いしないといけないのでとっても意義があるしでもこの痛みっていうのは若い人でもあったりしますもの、ね、痛みは年齢問わず、うん、はいあの年齢問わずあるいはあの全然痛くない人痛くないです。 ペインスケールとかペインコントロールとかっていう分野もあるということなので、はい、ぜひぜひオランダ都市両方であのを入り口にねあの専門性をこう深めていっていただけたら嬉しいですね。はいそうですねはいということで、えー、土屋先生今日はありがとうございいましたはありがとうございました。 ま番組では皆さんからの質問をおお待ちしております理学療法士として柔道整復師として鍼灸師,師としてご活躍の皆さん今後オランダ都市療法を本格的に学びたいという皆さんその後の事業展開まで考えているという皆さんも是非新しい道を一緒に探していきましょうホームページから気軽にご質問もお待ちしていますそしてチャンネル登録もよろしくお願いします土屋淳二の治療のヒントプラス 日本オランダ都市療法協会がお届けしましたそれではまた来週です